デヒドロアスコルビン酸は、アスコルビン酸が酸化された化合物である。デヒドロアスコルビン酸は、グルコース輸送を介して、細胞内の小胞体に積極的に輸送される。デヒドロアスコルビン酸は、小胞体に捕捉されてグルタチオン及び他のチオールによって、アスコルビン酸に還元される。それゆえる、デヒドロアスコルビン酸は、 L アスコルビン酸と同様のビタミン C 化合物である。フリーラジカルセミデヒドロアスコルビン酸もまた、酸化型のアスコルビン酸のグループに属している。上部、アスコルビン酸の還元が高ぶ、デヒドロアスコルビン酸の酸化型ビタミン C のナトリウム依存性輸送体が存在するが、そのナトリウム依存性輸送体は、クルコース輸送体、特にアスコルビン酸に戻るリサイクルにおいて必要な、 酵素保ンシと細胞内抗酸化物質を生成する体のほとんどの細胞でビタミン C の輸送を担当するグラッド1で特殊化した細胞内に主に存在する。ここで示したデヒドロアスコルビン酸の構造は一般的な教科書で示されている構造である。しかし、この1、2、3トリカルボニルはあまりにも旧電子性が高すぎて水溶液中で 数ミリ秒以上残存することができない。文工学的研究で示される、実際の構造は六ヒドロキシル元及び3、カルボニル基関の迅速なヘミアセタール形成の結果で、ある。2、カルボニル元の水和も観察される。安定種の寿命は、一般的に、生体条件下で、約6分と言われている。エステル結合の不可逆的な過水分解から分解が、始まり、 追加の分解反応が続く。デヒドロアスコルビン酸の溶液の結晶化は無期限の安定性を有する模範に両体構造を形成する。還元や再利用に引き続き、細胞内へのデヒドロアスコルビン酸の濃度を輸送を介してアスコルビン酸のリサイクルは人がグルコースからアスコルビン酸を合成できないことを軽減している。デヒドロアスコルビン酸の水和並行。 ヘミアセタール構造が優勢となる。グルタチオンマイナスアスコルビン酸回路、ナットフ、ナトップ、グレーン、グルタチオンレダクターゼ、GSH、グルタチオン、GSSG、グルタチオンジスルフィド、ダー、デヒドロアスコルビン酸、レダクターゼ、DHA、デヒドロアスコルビン酸、また、モノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ、MDA、モノデヒドロアスコルビン酸、ASC、 アスコルビン酸 APX、アスコルビン酸ペルオキシダーゼ H2O2、H2O グルタチオンマイナスアスコルビン酸回路は、代謝の過程で発生する活性酸素種である、過酸化水素を解毒化する代謝経路である。グルタチオンマイナスアスコルビン酸回路には、アスコルビン酸、グルタチオン、ナットフ及び代謝に関連する、酵素等の抗酸化物質が含まれている。 モノデヒドロアスコルビン酸は反応性が高く、迅速に還元されない場合には、アスコルビン酸とデヒドロアスコルビン酸に、不等としかする。デヒドロアスコルビン酸は、還元型グルタチオンを消費して、デヒドロアスコルビン酸デダクターゼによって、アスコルビン酸に還元され、酸化型グルタチオンを生成する。最後に、酸化型グルタチオンは、ナットフを、電子供与体として利用して、 グルタチオンレダクターゼによって還元される。こうしてこの回路では、アスコルビン酸とグルタチオンが消費されることはない。電子は実質的にナットフから H2O2 に流れることとなる。デヒドロアスコルビン酸の還元は、非酵素的、または例えばグルタチオン S トランスフェラーゼオメガ1や、グルタレドキシンなどのように、デヒドロアスコルビン酸還元酵素活性を有した。 タンパク質によって触媒される。ビタミン C は、グルコーストランスポーターグラッド1を介して、デヒドロアスコルビン酸が輸送され、還元され、フリーラジカルの大部分が生成される場所である、ミトコンドリアに蓄積される。アスコルビン酸は、ミトコンドリアのゲノムと膜を保護する。脳は、ビタミン C の最大濃度を有する器官の一つであるが、ビタミン C は、 血流から脳への関門を通過しない。このためアスコルビン酸に代わって、デヒドロアスコルビン酸が、グラット1トランスポーターを介して、血液脳関門を通過して輸送され、その後にアスコルビン酸に変換される。栄養補助食品として、デヒドロアスコルビン酸はいくつかのビタミン C の錠剤に含まれている。化粧品の成分としては、デヒドロアスコルビン酸は、 皮膚の外観を向上させるために使用されている。これは、髪のパーマネントウェーブや、皮膚の日焼けを解消する可能性があるために使用されている。細胞培養培地では、デヒドロアスコルビン酸は、アスコルビン酸、トランスポーターが含まれていないタイプの細胞へのビタミン C の取り込みの有無を確認するために使用される。医薬品としては、ある研究は、 デヒドロアスコルビン酸の投与は、虚血性脳卒中に引き続いて発生する神経細胞障害を予防することを示唆している。ビタミン C の抗ウイルス効果に関する多くのレポート文献がある。ある研究は、デヒドロアスコルビン酸がより強い抗ウイルス効果を有し、アスコルビン酸と異なる作用基準があることが示唆されている。ありがとうございます。